はい、皆さんこんにちは、ワナルルビーチです。では今回は三国志14早々プレイの続きをやっていきたいと思います。ちょっといきなりカミカミからのスタートになっちゃいましたけども、ここまでですね、まあ、前半特に、曹操軍、東卓軍から攻められ、呂布の猛威に苦しめられ、かなり苦戦をしていたんですけども、東卓を前回戦場で打ち取って、ここに来て一気に攻勢に転じるチャンス到来ということで、東卓の後を継いだ牛歩、これを撃破していきたいと思っています。まず、信濃を取った曹操主力軍3万、まあ、ここは河口屯、河口園はじめね、主力軍が揃っている3万からなる軍、これを円に突入させます。円、ただしこの円かなりね強力な武将が揃ってるんですよね、まあ、統率あるいは武力で見ておくとですね、まず統率で言うと長領関根、まあ、かなりの強敵、武力で見ても関根長領もこの辺りがね相当な強者たちなので、まあ、彼らを撃破しながらですね、なんとか円を攻略、まあ、ただ兵力でいうと武漢に7000が入っているものの、A にはまあ1万弱ということで、合わせても1万7000、武漢からね、援軍が出てくるとはちょっと考えにくいので、まあ、円9000、まあ、1万弱をね、撃破できれば円の攻略が可能というふうに考えています。一方、陳留と巨匠から出た合わせて5万からなる軍をですね、古老館にこもる呂布の討伐に向かわせていますので、これの撃破を行っていきたいと思っています。では早速時間を進めていきましょう。特に今はね、東卓亡き後の東卓軍の混乱に乗じて、一挙に東卓のその支配権をね、完全に牛歩が掌握する前に、我々がその勢力圏内を一挙にいただこうというふうに考えています。まあそれが叶えばね、まさに曹操が三国志の中心になると思うので、まあ、そういう形をね演出していければいいかなと思っています。行くぞ、達成いたしました。うまくいった。古老館にいる呂布をどう潰すかですからね、すべては。達成いたしました。報告いたします。さあ、深夜の方には、各家に命じていた、輸送が終わっていそうなので、お金がね、だいぶ入ってますね。これで、少しは、懐具合が潤うというものですね。金があるときに、宴会も行って、女の子を呼んで楽しく過ごしましょう。呂布との決戦に備えて、ここでそうだな、名品をね買っておきたいかなというのもあるんですけどね、商人がいればというところだけど、肝心の商人がいない。ジョナンは商人いないか。両夫との決戦に備えてなぜ必要かというと、武力を高めておきたいんですよね。この天意の武力をとにかく高めて、どうした？まあ言ってみれば、どうした？その、両夫の一騎打ち対抗要因にね、しておきたいなと思ってます。で今、天意の武力が、98まで高めたんだったかな。なので、まあ、なんとかね、この、98を100超えにまで持っていきたい集団。もうね、お酒で言うともう僕は日曜日しか飲まない。しかも、ビール2本まで。これはね、絶対に守ってます。守っていかなくちゃいけない。肉体改造中なんでね。もうしっかり、もう歳を取ってきてしまっているので、せめて肉体だけでもね、若々しく筋肉質に維持して、女の子にモテたいっていうね、もう子供みたいな発想しかないんですけど。なので日曜日にビール2本まで、もうそれ以上は絶対飲まない、というふうに決めてますからね。主乱の転移の気持ちはよくわかる。もう昔はね、若い頃、20代の頃とかも、か
海外のね女の子がいるようなお店行くともう浴びるほど本当に任務は成功だ。何時だろう、もう8時9時、夜の8時9時からもう朝の3時4時まで、まあ、浴びるほど飲んでたこともあるんですけどね。もうちょっとそういう飲み方をしてると体が持たないし、ね、ちょっとボロボロになっちゃうでしょうというのもありますからね。さあ、じゃあ古老館の攻略だ。なんとしても古老館を呂布の手から解放していかなきゃいけないからな。でだ、破壊工作はまあとりあえず置いておいて、今はとにかく人材の確保最優先かな。武将の数はあればあるほどいい。出立いたします。さあ円の攻略隊もね、もうじき到着しようかというところですね。五郎館の方はもうすでに戦いが始まってます。何？劉表明、何をやってくれている。必ずやお役に立ちましょう。劉表とはよろしく頼む。だ、しっかり同盟を結んでおいたはずなんだけどな。ちょっと劉表の様子を確認しておきましょうか。劉表との同盟がどうなっているか。あ、劉表と同盟が結べてない。んなバカな。24ヶ月金も包む。やるとしましょう。いやー、やってくれるな。ちょっと待って、親善じゃない、同盟だ。同盟は必要だからね。24ヶ月。お任せください。他はというと、親善で言えば袁紹との同盟はまだ続いてるよね。 OK だ。劉表との同盟はね、絶対に外せない要素なので即時派遣。劉表が万が一敵対するようなことになると、また北と南に敵を抱えるという厳しい厳しい戦いになりますからね。習得は出陣中の武将には無理だったよね、確かね。まあ、ただ出陣していない武将がいれば今のうちにやっておく、いきましょうか。あ、波動レベル上がるんだこれで。これは初めて知ったな。ちょっと戦争が終わったら一挙に先方は授けていきましょうか。余らせておいても向かおう、もったいないですからね。波動レベルまで上がるとなればなおのこと。喜べ。役立ちましょう。死者がお待ちです。劉表の軍の死者だな。さあどうする。12ヶ月の同盟、いや12ヶ月の同盟はいいんだけどさ、24ヶ月の同盟結びたかったな。まあ12ヶ月の同盟でもいいですけど、お金もくれたし何ら不満はない。ご確認ください。ただ武将を引き抜いたこの恨み、それはあるからね。まあ、まんべんなくこの辺りは入れておきましょう。純育に出立いたします、まあ、後々軍団長をね、任せていきたいなと思ってますからね。各課、順位区あたりには。さあ、古老館の方はどうなっている？うわ。泣くように、1万の軍勢が、やってくるわけだな。よし。24ヶ月の同盟は、愛だったという状態だね。
いや、武道館硬いな。そう簡単に孤狼館は行けないのか。もうちょっとたやすく行けるかと思ったんだけどな。家計をやっとく。任せてくれ。どうした。任せな。思ったより硬いね。さすがに。で、円には張り付いたので、まあ、円の攻略をしていきましょう。巨長が混乱してるのを何とかしないとな。死者がお待ちです。リーフからの死者。まあどうせ死者の返還だろう。そうだな。こちらもし、ね、返してくれればいいんですけど、金を返す気がないからな、こいつら。名品も持ってないとなれば、拒否だ。せめて名品の一つでも起こせば。返してあげてもいいんですけどね。ここまでか。果たせぬか。よし、Gが脱出したね。聞いてください。ちょっと困ってるのが孤狼館だな。思ったよりも、いや、しっかりとそうあるべきだと思うべきだったんだろうな。達成いたしました。孤狼館が硬い。想像以上にですね。ここは援軍を出しましょう。孤狼館を力攻めにする以上は、兵の数はいくらあっても足りない。陳竜からも出陣。あ、部隊数をともかくね。とにかく今は数が欲しい。ちょっと待ってね。無駄に千の兵を出してもしょうがないからな。13,000、まあ、純位君に7,000を引き入らせて14,000の援軍を出しましょうか。出陣する。しっかりと取ってもらいましょう。まあ洛陽に23,000だからな。まあ苦しい戦いにはなるね。まあ、ただその分円の攻略は順調に進んでます。孤狼館に援軍か。まあ、個人的にあの、トータクのね、ものすごい悪相っていうのかな。悪そうな顔は、全然嫌いじゃないんだけどね。まあ、どっちかってああいうニヒルな顔をしてればしてるほど、すごく魅力的に感じてしまうんですけど。女の子もね、結構釣り目の子が好きなんですよね、僕タイプとしては。で、ちょっと気が強い子がタイプですね。まあ、どうでもいいと思うんですけど。でミカミックスなんかね、その全くの逆みたいなんで、本当にこの辺りはね、面白いところというか、人によるところというか、また実様に、この深夜に金を運んでもらおう。では参ります。
やっぱり女の子はね、追い回す方が楽しいですからね。好かれてなんかされるよりも、全然振り向いてくれないような女の子をいかに、こう、気を引くかっていう方が僕は好きですね。よし、完全に円は、出て、囲んでいる状態だな。お喜びください。上々です。お喜びください。城壁、これも破壊完了だ。よし、円の攻略完了だね。円の攻略が完了したからといって、これらの軍を最初の、想定通り古老館に向けるのはちょっと厳しいかな。武漢に、おお、関寧が、やったぜ。関寧を捕らえた。全員投用だ。よし、関寧、ありがたい。で、スーシーちゃんはね、もうちょっと、スーシーちゃんこれちょっと垂れ目じゃないですか。なんかスーシーちゃんはね、もうちょっと目がね、釣り上がってる方が好みかな。どちらかというと。31歳。いやー、ちょうどいいね。とりあえず捕虜にして、牢の中でたっぷり可愛がってあげましょう。ご確認ください。さあ、そしたら円に、お、波動レベルが上がったな。さらに5つになったので、なんかね、感触が上がりそうな気もしますけどね。任せね。提案系は確実にこなしておく。特に武将の覚悟は最優先かな。お金は急いで運ばせる必要があるね。で、都市内政とかもちょっとこの後やっておきましょう。まあ、ただちょっと一旦軍団を編成しておきましょうか。軍団を編成して、ちょっと5個に都市なると、それ全部曹操が面倒を見るとなると多少面倒な弊害とかも出てくると思いますので、まあ、今回ちょっと縁を攻略したということで一旦ここまでにさせていただいて。古老感が全然だな。これでもかっていうぐらい古老感がダメだ。取れそうな気配がない。となると古老感がダメだったら、この後武漢を狙って武漢から北上するパターンで長安を先に落とすか。で、洛陽を孤立させるという手もありますよね。まあ、いずれにしてもね、ちょっと作戦の練り直しは必要かなと思いますので、一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。関寧が来てくれましたね。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。